去年9月、牧野原市で園児が通園バスに置き去りにされ死亡した事件を受け、牧野原市は再発防止策を検討する事故検証委員会を来月開催すると発表しましたこれは、園児置き去り死亡事件を受け、国の通知に基づき再発防止策を検討・提言するため、牧野原市が設置するものです事故検証委員会は、 教育・保育や安全管理分野の学識経験者、弁護士・小児会など5人で構成され、特別監査の資料をもとに原因を分析し、再発防止策を市を通して県や国に提言します。初回は2月6日に非公開で開催し、会議を4回から6回程度重ねるほか、必要に応じて関係者のヒアリングなどを行い、9月頃をめどに再発防止策をまとめる予定です。